米倉クさんは、日本の実業家。伊藤忠商事の社長、会長、経済団体連合会副会長を務めた。君一等瑞法省、乱樹法省、トルコ共和国功労勲章受章、愛知県出身。愛知一中、東京商科大学予科を経て、東京商科大学卒業。中学から大学予科まで相撲部で、大学予科では、相撲部キャプテンを務めた。 大学では、体育会バレーボール部に所属。部の後輩に、荒川和夫などがいる。1947年10月大研産業入社。配属された東京支店繊維部では直属の課長が、戸崎正規であり、戸崎から外国人ビジネスマンとの交渉術を学んだ。ロンドン支店、業務部、業務本部を経て、1975年3月、取締役。 1977年常務。取締役常務取締役時代は、自動車本部長、機械本部長、業務本部長を歴任。1971年には、瀬島隆造専務の指名によって、米国ゼネラルモーターズとイスズ自動車との資本提携プロジェクトの担当部長に起用され、GM との提携交渉を手掛けた。1981年6月専務。 1982年6月、副社長。1983年から1990年まで、伊藤忠商事社長。1990年から1996年まで、同会長。伊藤忠の売上高で、商社業界1位を達成。1992年から1996年まで、経済団体連合会副会長。第一官業銀行監査役。 日本ハンドボール協会会長、日本、トルコ協会会長等も務めた。1986年ランジュ法相受賞。1999年君一等随法相受賞。同年トルコ共和国功労勲賞受賞。の十三位。米倉伊佐が死去伊藤中将事、元会長日本経済新聞2015年12月9日1983、07。 プレジデント1985年7月2日、日本経済新聞、1983年4月19日、日本経済新聞1983、07、プレジデント1983、05、財界春季特大号1986年4月28日、日本経済新聞、99年秋のジョクン君訓参等、以上と、在外法人、外国人、 在日外国人の受賞者一覧、読売新聞1999年11月3日、長官平成28年1月12日官報19 1983、例後、在会春帰徳大号1983、例後、在会春帰徳大号。ありがとうございます。